いろんなデモがある中で自分たちもっとデモっていうものを考えられないか、もしくは自分たちでデモできないかって話になった時に、やればいいじゃん。違和感を持ったから、こうやってこれが俺たちの民主主義なんだっていうことを感じてここに集まってるんですよ。愛せ国民、人生なめんな国民、国民で、アホなことは自分でも分かってるけど、でも知りたい、学びたいって時に知ろうとすることができる世界に行きたいなっていうふうに思いました。怒ってますか？怒ってない。この特定密度の方によって多くの人たちが社会のこと、政治のこと、そういうことに興味を持った。ここからきっと真の民主主義が生まれるんだと思います。特定秘密